いや、そろばん教室。ワクワク惑星どんぐりくん。思ってたのと違う。自分の本当の願いは何なのか、ちゃんと確かめた方がよかとよ。大体さ、自分の願いが分かんないわけないじゃん。そうね、みんな願い事があるからどんな願いも叶う国を目指してるんでしょ。うん、オイラは地球に行って美味しいものいっぱい食べたい。僕も地球に行って一族に会いたい。私はすり抜けない体になりたい。私はアイドルになりたい。やっと言ったね、チョチョの願い。うん、恥ずかしがることないじゃない。誰でもあんたぐらいの時は夢見るんじゃないの。あんたの年がいくつか知らないけどさ。アイドルって何？え、みんなのために悪者と戦う人だよ。ほらね、恥ずかしがることないのよ、特にこの子たちの前では。こんなの思ってたのと違う。何が違ったに？願い通り目が大きくなったけど、こんなんじゃないの。可愛くなりたかったのに。誰がこんなことしたんですか？叶いすぎる国のイベリコンよ。叶いすぎる国ってどんな願いも叶う国じゃないでしょうね。この辺りでは叶いすぎる国って呼ばれてる。どんな願いもあっという間に叶いすぎるのよ。どんな願いを言ったの？目が大きくなりたいって言った途端に気を失って、気づいたらここにいたの。水に映った顔を見たら、顔を見たら願いが叶ったり。あんた黙ってなさい。一言しかチャンスがないなら、もっとよく考えて言えばよかった。可愛くなりたかっただけなのに、幸せになりたかったのに。目が大きくなりたい、可愛くなりたい、幸せになりたい、そんなの一言じゃ言えないよ。自分の願いを確かめた方がいいってこういうことだったの。続く。